はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日は N フラワーデザインスクールウェブ講習を兼ねて、こちらの動画をね制作しています。今日作るのはこのピンクのバラとピンクのトルコヒヒを入れた可愛いアニメですね。丸型の可愛いアニメを作ります。いや、それはできない。だってそういうキャラじゃないか。じゃあね。いきます。ピンクの可愛いアレンジと制作していきます。OK。 では早速言ってみましょう。ではね、まず花材紹介からいきます。こちらのピンクバラ、それからピンクのトルコキキョウ、キキョウラ、こちらのグリーンのドラスなんですね。それからグリーンの青いレザーリーファンです。ただ今紹介したこのグリーンの青いですけれども、こちらに関しては実際の講習の時はね、青いじゃなくなる可能性もありますので、その場合はまあ、この青いを入れてるところにその皮になる花材を入れてアレンジメントを完成させてください。ではね、早速アレンジメントを作っていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初に、このようにバラを真ん中に刺しますね。それで今回のアレンジメントはそれほど背が高くないので、だいたいこのトップで20センチちょっとぐらいでいいと思います。そしたらバラを刺していきます。で、このバラの刺し方で何度で角度がいくつで何センチなんていう説明をしているスクールもありますけれども、これに関してはうちはそういう何度で何センチとかっていうところまでの制約はありません。っていうのは割とこのバラの大きさとかでも変わってくるんですよね。ラウンドといえども、今ではこういう感じ、こういう感じですね。必ずしも均等にはバラも入ってません。ただ、まあ、この状態で気をつけなきゃいけないのが、ここのバラとバラがあまりにこうくっついてるとかね、今回のアレンジに関してはそれはちょっと NG ですね。だいたいこの隙間が少しこうこのぐらいずつ空いてる、これ以上空いてるぐらいにこのようにしてバラを設置していきます。であと極端にバラが今回は右に全部がこう右に入ってるとかっていうのも NG です。今回はまあ1、2本、このようにだいたい左右にこう少し触れてる感じで刺していきましょう。そしたらここでこのレザーリーフファンで少しこのバラとバラの間を埋めていきます。でこの手のラウンドアレンジを作る際に、少しねこうバラの先の背の高さをねもうちょっとこう長くしちゃう人がいるんですけれども、これ長くするとね、長くするだけ花材が多くいるんですね。なので結構スカスカなアレンジになってしまうので、今回の高さはだいたい20センチちょっとぐらいですかね、22センチか3センチぐらいの大きさにしておくといいかもしれませんね。ここの高さの話ですね。はい、このような状態ですね。こういう状態です。そしたら次にこのトルコヒヒをね、バラとバラの間に入れていきましょう。
こう高さはこうバラより本当にこう見てくださいね、少しだけ低く、ちょっとだけですよ。あんまり低くするとここがボコッと穴が開いてるように見えてしまうんで、この微妙なバランス、これが重要です。はい、トルコキキョウが色終わりました。こんな状態ですね。大丈夫です。ちょっと上から見てみましょうか。はい、こういう状態です。ではこのままアップで進めていきましょう。はい、では次にこちらのドラセナですね。ドラセナをアレンジに入れていきます。ドラセナはいつものようにこのようにね丸めていきます。こう丸めてホチキスで留めます。で留めたドラセナをアレンジに入れていきます。このような状態ですね。でこれも3パーツぐらい、ね、入れていきましょう。これを3パーツぐらい入れていきます。こういう状態ですね。はい、では次にキキョウランをアレンジメントに入れていきましょう。キキョウランはやはりこう丸めたものと伸ばしたものを両方入れていきます。こうパーツにしてこの下のところをね、こういうふうに刺しやすいようにカットします。そしてアレンジに入れていきます。同じように丸めてホチキスで留めて根元をカットしてで刺します。でこの時に少しこのキキョウランの刃先を、ね、出しておくのがポイントです。この刃先出すことでちょっと動きがついて可愛くなります。こういうような状態ですね。そしてこれはラウンドアレンジですよとは言ってたんですが、少しここでキキョウランで流しをつけます。流しっていうかこうラインをつけますね。このようにラインをつけていきます。でこのキキョウランが硬い場合は少しここをこうやって丸めていって、こういうふうに丸めるとキキョウランにこう癖がつきますね。こう癖をつけてから入れていきましょう。
はい、こういう状態ですね。そしたら最後にこのベニヤオイをこう一つずつのこうパーツに分けて、こういうパーツに分けてこの間にね刺していきましょう。あ、ごめんなさい、ベニヤオイじゃないです、グリーンなオイですね。こちらで完成です。ではちょっと真上から見てみましょう。はい、こちらのねアレンジメントはいかがだったでしょうか。今日のね講習はこちらの、まあ、ラウンドと言ったんですが、ちょっとこう刃物でね桔梗蘭で流したアレンジメントを講習していきます。ではですね、まあ、こちらチャレンジしてみたいウェブ会員の方は、Nフラワーデザインスクールのねウェブ会員さん用のサイトの中から注文することができます。またねこのウェブ会員じゃなくてこのアレンジにチャレンジしてみたいという人は、一度ねウェブ会員さんは登録無料なんで、Nフラワーデザインスクールのウェブ会員さんに登録をしていただいて、それからこの講習をね受けてください。私か本部インストラクターの添削がね一度受けられることができますので、そして添削を受けてアレンジメントの向上につなげてください。では今回の N フラワーデザインスクールウェブ会員講習とのタイアップ動画はこちらで終わりにしたいと思います。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time。 楽しくレッスンしてね。